日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。UFO 濃い濃いラー油マヨ付き辛口醤油混ぜそば、一平ちゃん夜店の焼きそば大盛り、ペヤングソース焼きそば、3種の焼きそば、カップ焼きそばを食べたいと思います。で、今回特に注目してるのはこちらの濃い濃いラー油マヨ付き醤油混ぜそばです。これ自分の動画にコメントをしてくださってる方が、うん、美味しいと教えてくださったので今回食べてみることにしました。どうもありがとうございます。それでは作っていきますので少々お待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、トップバッターは一平ちゃん屋台の焼きそばからいきます。からしマヨネーズっていうのが若干不安なんです。まあ以前スターバックスの野菜ハムサンドに入っていたからしもなんとかなったので、まあなんとかなると思いないたいと思って入れました。ではいただきます。続きましてはペヤングソース焼きそば。なんかいろんな変わり種、ね、大胆な商品を出しているペヤングさんです。一番シンプルなものをまだ食べていないのでまずはここからですよね。まあ斬新なものを挑むかどうか分かりませんけど、ではすすっていきましょう。はい、こちらが今回の大本命って言ったら前の2つは何だったんだって突っ込まれそうですけど、 UFO ラー油混ぜそばです。やっぱりやったらの焼きそばではないので麺が少し太いですね。焼きそばというよりはうどんに近い印象です。これは弾力がありそうですね。ではタレが絡んで程よい、なんだろうな、狐色とは違うか。ではわわ、結構辛そうな香りが鼻をついてきますね。じゃあそれにお答えしていただきます。楽しくすすれたのがどれかって聞かれたらやっぱり大本命のこれだね。だけどその一つ前、いや、どうだろうな、あっさりしてるのもあるし、ちょっと強烈すぎたのもある、そして程よい刺激が来たのもあって、いろいろ楽しめた、三者三様だね。焼きそばも最初に食べたこちらの一平ちゃん夜店の焼きそばは結構からしの刺激が強かったですね。侮っていました、油断大敵です。でその香りが目も刺激してくるのでちょっと泣きそうになりましたが、からしがお好きなのであれば程よく心地よく食べられる刺激だと思います。反対に苦手な方は食べない方がいいかもしれませんね。でこちらのペヤングソース焼きそばは割とソースなんですけどあっさりとした味わいでスルスルと食べていくことができました。シンプルな焼きそばがお好みなのであればノーマルのペヤング焼きそばがいいかもしれません。そしてこちらの UFO これ辛い辛いラー油マヨ醤油混ぜそば、確かにこちらもラー油マヨのラー油ピリッとした刺激は結構きますね。ただ辛さと違ってラー油の刺激は好きなので結構美味しくいただくことができました。あ、ちなみに通常版の UFO は以前猫型宇宙人に乗っ取られた時に食べていますので、そちらの動画も概要欄のリンクからご覧ください。やっぱりおすすめされしてくれただけあって美味しかったです。今回の3つの中で一番このUFO 醤油混ぜそばがおすすめですので、を代表として5点とさせていただきます。ピリッとした刺激を感じたいときにぜひ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。